テロ発生時の連絡体制の確認のほか、乗客の避難誘導や救出方法など対応能力の向上を目的に行われたもので、鉄道会社をはじめ警察や消防関係者らおよそ50人が参加しました。訓練は走行中の列車で車内通報装置が押されたため、運転士が車内を確認したところ、鉄パイプを持った男が暴れているという想定で行われ、鉄道会社から通報を受けた警察官が男の対応にあたり身柄を確保しました。また訓練では男が車内に液体をまき異臭がするという想定で、防護服を身につけた消防隊員らが液体の処理に当たりました。今後についても、シミュレーション、または実践的な訓練、これを継続して、行うことにより、お客様に安心してご乗車いただけるよう、頑張っていきたいと思います。